トレーニング時間が長くなればなるほど怪我の発生率が増加する。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は、実は怪我のリスクがある危険な筋トレ種目トップ10ということで、科学的根拠がある怪我のリスクが高い筋トレ種目を10個解説をしていきます。2022年にアメリカ陸軍公衆遠征センターから発表されたウェイトトレーニングに関連する怪我の関連因子という論文では、4785名の男性と542名の女性を対象にして、怪我の発生率、怪我をしやすいトレーニング種目に関して分析が行われ、怪我の発生率としては、トレーニング1000時間あたり、男性で 0.31 件、女性で 0.05 件の怪我の報告があり、その怪我はトレーニングの時間が長くなればなるほど発生率が高くなることが分かっているんです。今回はこのアメリカ陸軍公衆遠征センターの研究をもとにして、怪我が発生しやすい危険な筋トレ種目を10個厳選してお伝えをします。当たり前ですが、論文で解説されているなぜ怪我のリスクが高まるのか、どうすれば怪我を避けることができるのかも解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。実は怪我のリスクがある危険な筋トレ種目、まず1種目目はビハインドネックラットプルダウンです。図にあるようなラットプルダウンで、首を曲げて肩を外旋しながら首の後ろ側までバーを近づけるような種目になります。ジムなんかでもよく見かけるような光景なんですが、実はこれ怪我のリスクがめちゃくちゃ高い危険な種目になるんです。2001年のクレイトン大学の研究によれば、ビハインドネック系の種目では肩関節の水平伸展、肩関節の外旋、頸部の屈曲という動作を伴い、この関節の動きというのが肩甲骨周囲の筋肉に多大な負担をかけることが明らかになっているんです。特にローテーターカフと言われている肩関節の安定化に働く重要な筋肉の負担が増えますので、肩や首を痛めることにつながってしまいます。また肩関節の水平伸展、肩関節の外旋、頸部屈曲という動作は腕神経叢と呼ばれる神経の損傷のリスクになるというデータも出ていまして、神経の損傷というのは一生涯腕のしびれや痛み、筋力低下などの後遺症が出てしまう可能性もありますので、ビハインドネックプルダウンは絶対に避けるべき種目になります。じゃあこのラットプルダウン、どうやって行うのが最も広背筋を負荷させ安全に行えるのかなんですけれども、この部分に関しては2002年にマイアミ大学から発表された研究が参考になります。健康な男性10名を対象にして、図にあるようにクローズグリップといって手を閉じた状態で行う A グループ、海外グリップといって手を閉じた状態で手のひらを上にした状態で行う B グループ、ワイドグリップといって手を下にして手を広げた状態で行う C グループ、ワイドグリップ後方といって首の後ろ側までバーを持っていく D グループ、どの動作が最も広背筋の筋活動が高まるのかの分析が行われました。要は手の位置や肩の位置で広背筋の筋活動はどう変化するのかを調査したとても貴重な面白い研究になります。そして結果としては、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、結果としては C のワイドグリップが最も広背筋の筋活動が高まるという結果でした。もともと広背筋の作用として肩関節の伸展、内転、内旋が挙げられますので、ワイドグリップで手を広げた状態で胸の前までバーを下ろすことによって広背筋が負荷されることがわかります。つまりラットプルダウンをやる際は C のようなワイドグリップで行うことが広背筋を負荷させる最も有効な方法だというわけです。そして2000年に出た論文では、このワイドグリッププラス逆手で行うことによって順手と比較し約 3% ほど広背筋の筋活動が高まるというデータもありますので、動作としてはワイドグリッププラス逆手の動きを行うことをお勧めしています。ラットプルダウン中には肩関節を伸展させバーを胸につけることが正しく動作ができている一つのポイントになります。逆手で行うことによって手首の可動域が順手と比べて広くなりますので、ラットプルダウン中に手首が窮屈に感じている方にはおすすめの持ち方になります。ビハインドネックラットプルダウンは怪我のリスクが高まるだけじゃなく、広背筋の負荷としても不十分な種目になりますので、今現在ビハインドネックでラットプルダウンを行っている方はワイドグリッププラス逆手の動きで行うようにしましょう。実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目2種目目はレッグプレスです。
レッグプレス自体は大臀筋、大腿四頭筋のトレーニングとしてとても優秀なトレーニングなんですが、アメリカ陸軍公衆衛生センターのデータからは、レッグプレスで膝をロックすることによって膝関節や腰部への負担が増悪することが危険視されているんです。通常膝関節をロックすることは関節に負担がかかります。自重のみのロックでは膝関節が破壊されることはほぼないんですが、高重量を扱うレッグプレスでは膝関節をロックすることによって腰にも負担がかかりますので、怪我を避けるために膝は完全に伸ばさずに腰をマシンのシートにしっかりとつけて行う必要があります。そしてこれに関連して、実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目3種目目はハーフスクワットです。実はこれ、大腿四頭筋を大きくしないばかりか、膝関節、脊柱への負担が増えてしまう危険な種目になるんです。2013年にコペンハーゲン大学から男性17名を対象にして、スクワットの角度によって大腿四頭筋の筋の厚さ、パフォーマンスはどう変化するのかの研究が発表されました。研究の方法は至って単純で、200キロのバーベルを持って浅いスクワットをするグループと、100キロのバーベルを持って深いスクワットをするグループで、筋肉の厚さや強さはどう変わるのかの調査が行われました。そして結果としては、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、 100kg の差があったのにもかかわらず、筋肉の肥大率、筋肉の強さ、ジャンプパフォーマンス、どれも深いスクワットをするグループで優位に向上していたという結果でした。またこの研究だけにとどまらず、2014年のアルスター大学から発表された研究では、12週間の長期的なトレーニングを見ても、深くしゃがみ込むスクワットの方が筋力増強、筋肥大が起こりやすいことが分かっているんです。なおかつ2013年のゲーテ大学の研究では、深いスクワット、浅いスクワット、どちらが怪我のリスクが上がるのかという研究が発表されまして、ハーフスクワットやクォータースクワットは膝関節、脊柱の負担が増大するというデータが出ているんです。膝関節、股関節を中途半端に曲げるスクワットというのは、関節の圧縮力が強くなってしまいます。その一方でディープスクワットというのは、最終域を筋肉の伸長で保つことができますので、関節の負担を最小限に抑えられるということが分かっているんです。やっていただくと分かりますが、筋肉への負担はディープスクワットでかなり大きいので、深く曲げる方が関節への負担が大きいと勘違いしやすいんですが、実際は中途半端に曲げるハーフスクワットやクォータースクワットの方が筋肉の活動が抑えられ、関節の負担が強くなってしまうんです。なので怪我のリスク、トレーニングの質を考慮すると、スクワットは深くしゃがみ込むディープスクワットの方が有効になります。それでは次、4つ目です。実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目、4種目目はデッドリフトです。これは様々な動画や記事でも紹介されていますが、筋トレ種目の怪我の症例としてはとても多いのがデッドリフトによる怪我です。怪我の原因として、バーベルを持ち上げる際に腰を丸めることによって脊椎に過度の圧力がかかり、椎間板ヘルニアのリスクの増大があります。適切なフォームとしては、腰は低くし背中はまっすぐ、バーベルは足の近くを通って持ち上げ、腰と膝の伸展を同時に行うことが必要です。はじめは軽い負荷で行う必要がありますので、徐々に重量を増やしていくイメージでデッドリフトは行うようにしましょう。そしてこれに関連して、次、5種目目はバーベルローです。これもデッドリフトと同様に、アメリカ陸軍公衆衛生センターからの論文で危険視されている種目で、正しいフォームで行うことによって背中の筋肉を効果的に鍛える種目になります。ただしデッドリフトと同様に、バーベルを持ち上げる際に背中を丸めたり背中を反らしたりすることで脊椎に大きな負担がかかり、怪我のリスクが増大してしまいます。適切なフォームとしては、腰はまっすぐに保ち、膝を軽く曲げて安定した姿勢をベースにして、バーベルを引く際は肩甲骨を寄せて胸を張り、腕は体に沿って動かす必要があります。特に腰は怪我をすると日常生活もままならなくなりますので、細心の注意を払うようにしましょう。実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目、次、6種目目はフロントレイズです。フロントレイズに関しては、危険というよりも効果が薄く、やると時間の無駄になる筋トレ種目だと言います。こちらの図は2014年に発表された三角筋の筋活動を表した図になるんですが、フロントレイズよりもショルダープレスの方が
参加金税務制の金活動が高いことがわかります。なおかつフロントレイズの参加金の活動というのはベンチプレスでほぼ同様の金活動を得ることができますので、参加金税務制だけを狙うフロントレイズを行うよりも大胸筋参加筋を同時に鍛え上げられるベンチプレスを行った方がトレーニング効率がいいことが考えられます。これに関連して実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目7種目目はベンチプレスです。アメリカ陸軍公衆衛生センターからの論文では、怪我の発生率が高い種目であり、肩の回旋筋腱板への過度なストレス、そしてバーベルが落ちるリスクから怪我の発生率が高い種目として知られています。セーフティーバーは必ず設置する必要がありますし、肩関節の外転角度を45度に意識することで肩の回旋筋腱板への負担を減らすことができます。ベンチプレスは負荷から逃げることができない種目ですので、まずは高負荷ではなく低負荷で行い、怪我の予防に努めるようにしましょう。実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目、次8種目目はディップスです。ディップスは大胸筋と上腕三頭筋のトレーニングとして有名な種目です。特に大胸筋に関しては大胸筋上部繊維中部繊維に広く刺激を入れることができますので、大胸筋のトレーニングとして取り入れている方も多くいるかと思います。ただしディップスに関しては怪我のリスクが圧倒的に高く、通常肩関節を後ろに反らす肩関節の伸展可動域というのは参考可動域が50度なんですが、ディップスのボトムポジションでは個人差はあれど肩関節の伸展可動域が65度になることが分かっていまして、正常範囲外にまで肩関節を後ろに動かすということは肩関節前方の筋肉や靭帯、軟部組織に多大なストレスがかかってしまうんです。特に筋トレ初心者の方には注意が必要です。ある程度筋トレ経験がある方はトレーニングによって肩関節前方の軟部組織の伸長性が高まっていますので、ディップスをやったとしてもストレスはかかりにくいんですが、筋トレ初心者の方は筋肉の収縮が感じにくいがゆえに角度を大きくしすぎてしまい、正常範囲側にまで肩関節を後ろに反らしてしまいますので、とても注意が必要です。筋トレ初心者の方は必ず補助バーがあるディップス、もしくはディップスバーを使用して軽く足がつくような環境下でトレーニングを行うようにしましょう。実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目、次9種目目は懸垂です。実はプルアップやチンアップは肩関節に多大な圧力がかかり、特に動作の加工段階で急激に腕を伸ばすことによって肩関節に多大なストレスがかかってしまいます。怪我の予防方法としては懸垂動作の加工フェーズは慎重に行うこと、やり始めは体重の一部を支えるアシスタント付きのマシンを使用するか、ラットプルダウンである程度動作学習をした後に行うことがおすすめです。懸垂動作はどうしても回数を目標にして無理に行ってしまう方がいますが、疲れてフォームが崩れたらすぐに運動を中止することが怪我予防のためには必ず必要ですので、これは覚えておいてください。論文で解決チャンネル。そして最後、実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目、次10種目目はオーバーリーチングです。これは種目ではなく体の状態のことを表しているんですが、オーバーワークの手前の状態のことをオーバーリーチングと言いまして、体の疲労、精神的な疲労によって挙上成績や運動パフォーマンスが落ちてしまう期間のことをオーバーリーチングと表現しています。オーバーリーチングの段階であれば数日間休むだけで元の運動パフォーマンスに戻ったり、休息がよりパフォーマンスを向上させるという現象が起こるんですが、オーバーリーチングのその先、オーバーワークになってしまうと数日間休んだだけでは体、精神は元に戻らず、かなりの休息期間、そして治療が必要になってしまいます。なおかつオーバーリーチングの状態というのは無意識のうちに筋発揮率が落ちてしまいますので、オーバーリーチングの状態で高負荷なトレーニングを行うと怪我のリスクが大幅に跳ね上がります。筋トレを含むスポーツで絶対に知っておかないといけない理論として、フィットネス疲労理論というのがあります。フィットネスというのは基礎的な体力や筋力のレベルのことを表していまして、トレーニングによって徐々に向上していく値です。一方で疲労というのはトレーニングによって急激に溜まっていくものです。この数値の合計がパフォーマンスを決めているというのがフィットネス疲労理論になります。例えば筋トレでフィットネスがプラス10するのに対し、疲労がマイナス30であればパフォーマンスはこの合計マイナス20になります。
この状態で1日休息を与えるとしましょう。フィットネスはプラス10から休息マイナス2のプラス8の状態に落ちたのに対し、疲労はマイナス20から0になった場合、パフォーマンスはこの合計プラス8になります。このように筋トレや運動のパフォーマンスがフィットネスと疲労によって決定されるというのがフィットネス疲労理論になります。もちろん運動パフォーマンスが上がれば競技レベルも上がりますし、筋力トレーニングで言えば重量、回数などトレーニングの質というのも向上していきます。ではどのタイミングで休息を入れるのが怪我予防、質の高いトレーニングをするために必要なのかと言いますと、この部分というのは科学的にははっきりとは分かっていません。どうしても日々の活動量やその個人の体の強さというのがありますので、万人に共通する休息タイミングというのは存在していません。ただし万人に共通する休息タイミングはないんですが、評価の方法というのがありますので、ここからは怪我予防のための休息のタイミングの評価方法について解説をしています。怪我予防のための休息タイミングを決める上での評価方法として質問法がありまして、これからする質問の項目にイエス、ノーで回答してください。問1、ジムに行くのが気乗りしない。問2、睡眠の質が良くない。問3、居場成績が落ちている。問4、ストレスをいつもより感じる。問5、体の痛みが強い。この5つの質問で2個以上イエスという方は、一度ジロード、つまり負荷を下げたり筋トレの頻度を落とすことによって怪我を予防することができます。フィットネス疲労理論では、疲労が抜けることによって運動パフォーマンスが向上して怪我の予防をすることができますので、先ほどの5つの質問で休息のタイミングを測るようにしてください。筋トレで最も重要なのは長い目で見て継続をすることですので、無理なトレーニング量を設定し自分を追い詰めてしまうことだけは避けるようにしましょう。以上が実は怪我のリスクが高い危険な筋トレ種目10選でした。やり方を間違えてしまうと大きな怪我につながり、トレーニングができなくなるだけではなく、日常生活もままならなくなる可能性もありますので注意するようにしましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、 LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。